はい、皆さんこんにちは。ソロバン式暗算学校どもの右脳鍛えるの著者の高春豪です。まあ、このチャンネルではソロバンに関することと、それから学習に関すること、それから5年後10年後の今の子どもたちがどのように将来過ごしていくかということに関して喋っているチャンネルですので、まあ、ぜひとも、ね、チャンネル登録でよろしくお願いいたします。で、まあ、今日のテーマなんですけれども、まあ、ちょっと海外に、10日間ぐらい実はいたんですね。最初中国行って、それからアメリカ、カナダ、それから、シンガポール、マニラ、マニラフィリピンですね。それから日本に戻ってきたんですけれども、やっぱりこれからの時代、まあ当然ね、まあ日本に僕戻ってきてちょっと感じたことは、やっぱり当然高齢化が進んでいると。やっぱり若い人少ないんですよね。で、やっぱりシンガポールもまだ平均年齢そこまで若い方じゃないですけど、フィリピンなんか行くと若い人たちが、まあ空港の周りだけだったんですけど、実は僕泊まるのは、ちゃんと銃を持って警備している人とか、まあとにかくね、国自体が若い人たちが国を支えていこうというかね、国をちょっと守ろうという意識がすごく感じられたりしたんですね。で、まあその時に、まあとにかく、ね、語学ですよね。語学をやっぱり基本的には英語を喋れればなんとかなりますし、まあまあ僕なんか中国語も、中国語の方が実は喋れるので、まあ中国語ができれば基本的にはなんとかなるんですが、じゃあね、やっぱりこの語学っていうのを勉強するときにね、結構なんていうのかな、日本だとなんかやっぱ恥ずかしがってあまり喋りたくないとか、なんか喋りづらいっていうことがありますよね。で、そういったときに周りの人たちがね、やっぱりどのように対処していかなきゃいけないかっていうことでちょっとお話ししていきたいかなと思います。で、まあ僕自身の、一応、バックグラウンドをお話ししますと、僕は親が両方とも台湾なんですね。でも僕は生まれたのは日本生まれ。日本で生まれて、それから日本で育ってっていうことで、まあ小さい頃は結構親が両方とも台湾出身ということで、まあ小学生のな、小学校の時なんかはね、コウ君の日本語おかしいよとかって、まあなまってたりしてるよねとかって言われてあるんですけど、今になってみればよく思いますけど、別に大したことなかったなと、別にコミュニケーションが取れないわけではないですし、僕自身はそれですごい恥ずかしかった思いがありましたけれども、まあ今になってみれば多分僕より YouTube で毎日喋ってる人っていうのは、まあそのクラスの中にもほとんど毎日いないのかなという思い、いうふうに思っているので、まあ別にそんなに大したことがなかったかなと。で、やっぱりそこで子供って言われちゃうとね、やっぱりちょっとショックを受けちゃったりとかで、その後うまく喋れなかったりとかっていうことになっちゃうんですよね。で、まあ例えばこれは僕がだから親が台湾人で、で日本語を喋ってっていうことで、何かちょっと差別じゃないですけど、そういうことを受けたわけですけど、例えば日本でこれから英語とか中国語とか、まあいろんな外国語ありますけれども、それを勉強するときに、まず周りの人が絶対にその発音おかしいよとか、その喋り方おかしくないっていうこと絶対言わないでほしいですね。絶対言わないでほしい。で、よく喋れてるじゃん。だけど、ここはこういう風にしたい方がもっといいよね、みたいなことを言えればまだいいんでしょうけれども。だけどね、親とかが、やっぱりね、近すぎるんですね。距離が近すぎる人に言われると、やっぱ腹が立つんですよね、基本的にね。あとはクラスの中でバーって言われても、やっぱ腹が立ちますし。で、そういう時にはやっぱり英語塾とか、いろんな塾に行かれてる人いると思いますけれども、その人に、僕だったら中国語のこと聞いてくれれば、頑張って答えられることは答えられますけれどもね。そんなことをしながら、とにかく、ちょっと離れた、人から、しっかりアドバイスをもらう。で、その人、周りの人たちも変な風に、この発音がおかしいからとかって言いすぎると、やっぱり本人喋れなくなっちゃいますし、で、特に日本っていうのは、あんまり喋りたくないっていうか、喋れなくても、意識が疎通できてしまう民族って、もう本当珍しい民族ですよね。まあ僕なんかはもう本当に、いろんな国行きますから、当然自分でアピールを当然していかないと、そんなの分かってもらえないよってことはいっぱいありますし、例えばだってね、同じ国の中でも民族がね、異なる民族が20、30いるような国もありますからね。まあ、今度行く僕、11月にね、ちょっとフラッシュアンザーの、デモンストレーションかなんかでインドに行くんですけれども、例えばインドなんかだったらね、当然自分の、当然こう用語とか、通じる英語とかっていうのはあると思いますけれどもね、それ以外に、なんていうか、自分のやっぱりアピールしたいことっていうのは文化が違ったら、しっかり喋っていかないといけないということで、とにかく日本の子供たちには喋らせる。で、喋ってみて、自分でうまくいくかどうかっていうのを分かってくれるわけで、僕なんかも実はそんなに中国語はまあまあ喋れますけど、英語はそんなに喋れないんですね。で、英語もでも別に海外どれくらい言ってんだろうな。1年間だと、合わせて、それでもまだ1ヶ月とか2ヶ月ぐらいだから、もっと実は海外行きたいなって、ただその番の授業もあるのでね、あれですけれども、そんな時に、やっぱり英語をね、とにかく喋ってみて、耳をそば立ててみて、こういうふうな、発音してるんだとかね、例えば、ハローとかね、いろいろ、いますよね、ハワイユーとか、ハワイユーだったら、I'm fine じゃないんで、ほとんどグーッとか、そんな感じで別にいいとかね、なんていうの、僕もわからないですし、なんとなくの表現っていうのは、やっぱり行ってみてから、こういうふうにみんな喋ってるなとかって。でも別に英語が、だからそれって、例えば日本人が喋るの恥ずかしいからって言って、例えばイン
インドとかいろんなところ行ったら、当たり前ですけどインド人の英語なんかもっと聞き取りづらいわけで、でオーストラリア人の英語、イギリス人の英語ってみんなそれぞれ違うわけじゃないですか。だけど例えば日本人の英語だけがその例えば流暢に話せなければいけないのかとね、その発音なんかちょっとおかしいよとかっていうことを言われなければいけないのかと、とにかくコミュニケーションが取れればいいんですよ。コミュニケーションがね、言いたいことがはっきり言えばいい。それには前の YouTube でちょっとお話ししましたけど、結局国語、自分の母語の言葉で何を言いたいかっていうのを先にしっかり、分かっておくこと。自分でしっかり何を喋りたいかっていうこと。まず自分の言語でしっかり喋れるようになること。それが大事だと思うんですね。だからそれからおまけとして、まあ外国語が出てくるとは思うんですけれども、まあなんていうのかな。とにかく、自分の、国の言葉、ね、自分のアイデンティティを持つ言葉をしっかりまず学んで、それからまあ外国語ね、勉強するときには、周りの人がバカにしない。周りの人がバカにしないで、自分も一生懸命喋ればいい。一生懸命喋れば、それでそのことを分かってくれるようにまあなるためには、それは当然喋っていかないとどうやって伝わるかって分からないんですよね。言語をマスターしたいのにとかっていうね。だからまあ英語とかもまあなんていうのかな、これが中学校の勉強とかになってくると、確かにね、文法とかいろいろ覚えたりはするんですけれども、まあ、それでもやっぱり表に出していかないといけない。だから書くという作業は大事ですよね。書いてやっぱり単語とかを覚えますし、まあ、今度またこれも YouTube で喋ろうと思ってるんですけど、あえて、だからこれ今だとスマホとかで全部打ってたりするじゃないですか。だけどそれではなくて、やっぱりあえて周りくどいことをやることによっても体で覚え込む。ね、人間って太古の時代から形姿ってほとんど変わってないんですよ。僕みたいな人が小さい頃にいたと思いますよ。小さい頃じゃない、太古の時代もいたと思います。こういう形してる人だって、人間って別に進化して手が3本とか頭がこうやって生えたりとかしないじゃないですか。角がね、生えたらまあなんか使えるんでしょうけど、だけど変わってないってことは、根本的に人間はこうやって手を動かしながら、五感音でいろいろなものを感じていろんな物事を覚えてきたということですからね。あえて周りくどいことをしながら、わざと非効率なことも選びつつね、しっかり自分の頭の中で英文法とか単語とかを選び、それでしっかりマスターして、で、まあ、喋れる分に関しては、もうとにかく他の人が邪魔をしない。ね、もう自由に喋らせてあげる環境を作ってあげるとかね。まあ、あとは夏休みなのでね、うちの生徒でね、海外に行ってきなって言った、ね、お母さん方もいたりしてね、すごくその子はたくましくなって、すごく帰ってきてて、すごく嬉しいなと思ったんですけれども、まあ、そんないろんな方法がありますけれどもね、とにかくこれから絶対日本の人たちね、子供たちはいろんな言語がやっぱり喋れないといけない。この間カナダ行きましたけど、カナダの生徒、フランス語、英語、そして日本語も喋れて、で、昔僕が付き合ってた彼女なそこに中国語も喋れましたからね。もうそういう人たちと勝負していくっていうふうに考えたらね、なかなか厳しいものがありますけれどもね、ぜひ皆さんね、頑張っていきましょうということでね、まあ、中国語のことに関してあれば、まあ、バカスタジオの生徒がね、僕なんかに聞いてくれれば、まあ、答えられる範囲で、ね、お答えをしていこうかなというふうに思います。まあ、もちろん、英語の勉強に関してはね、中学は、まあ、高校受験で一応慶応受かってますから、それぐらいの勉強であれば、もう開成高校になるとまたちょっと違うのかな。まあ、なんとかなるかな。それも、なんとか、いい日のね、生徒に対して対応できたらと思ってますのでね、まあ、そんな感じで、まあ、引き続き、アバカスタジオというね、そろばん塾のこのチャンネルをぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ、チャンネル登録などしていただけると大変嬉しく思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さんさようなら、良い一日を過ごしください。